ガビチョウ赤は、鳥類スズメメチメドリカの赤である。ガビチョウからイオスリッチーデイとも、系統樹は、ジャランエトール、ドンエトール、より、ガビチョウ赤は、チメドリカの一赤である。ただし、国際鳥類学会にはこれらの赤をトガとし、ガビチョウ類をガビチョウからイオスリッチーデイとする。ガビチョウ類は、伝統的には、チメドリ類に含められてきた。シブリーアルクイーストは、 チメドリ類とダルマエナガ類を合わせて、ウグイスカ、ダルマエナガアカ、ダルマエナガ族としたが、チメドリ類の一部をガビチョウアカガーラシニーに分離した。これは、現在の分類では、ガビチョウ族ガルルラクストロシャラプタラン族、ヤブドリ族ライオシクラの三族にあたる。ただしこれらは、現在のガビチョウアカの中では特に禁煙な関係に、ない。ジャランエトールにより、9。 チメドリカの系統が整理され、チメドリカの3赤の一つとして、ガビチョウ赤ライオスリッチニーが復活した。赤名は直訳すれば、総始長赤で、ガーラシニーは、シノニムとなる。かつてこの赤のほぼ半分の種が、ガビチョウ族ガルルラクスに分類されていたが、単系統ではなく、一部がトロシアラプタラン族に分離された。しかし残りの競技のガビも、まだ単系統ではなく、 さらに分割する説がある。国際鳥類学会により、和名は厚生労働省などより、ただし顔赤とした。また、島鳥族アクティナデューラから島鳥族イクサープスを、小メドリ族ミンラから、ルリハコバシチメドリシバとコバ島小メドリ族クリスメンラを分離した。16族133種。ありがとうございます。